コンビニが家庭で余っている食品を回収し、必要な人に提供します。こちらのお店では、イートインのスペースに箱が設置され、家庭で余った食品を集めています。ファミリーマートは家庭で食べないままになっている食品を店舗で集めて、自治体や NPO を通じて支援が必要な人に提供します。 集める食品は未開封で賞味期限が2ヶ月以上あり、常温で保存ができるものに限ります。家庭で余った食品を活用し、食品ロスの削減にもつなげる狙いです。この取り組みはファミリーマートの一部店舗で実施されます。